はい、それではやっていきましょう。三重放流記豚散歩、今回ですね、南部丘陵公園南ゾーン三重県四日市やってまいりました。今回南と北ということで、こちらですね、三重県の、四日市の中で最大の総合公園ということで、これはあの公園と一緒にこう動物園みたいになってまして、なんとあの無料で見れますので、ぜひですね、こうフラッと行ってフラッと見れるので、お気軽にという感じのすごくいいところだったので、ぜひ行っていただければなと思うんですけれども、はい。でですね、今回からブダさんと一緒にやっていこうと思いますので、ぜひですね、ブダさんの言葉もこう見てもらえると嬉しいかなと思います。そこでざっと出てきました、モルモット君ですね。はい、まずはモルモット君が水を飲んでおります。はい、水馬とか言っておりますが、はい、その辺は、無視していきましょうね。はい、ということでですね、こちらのすぐ隣にこちらは、ウサギさんですね。はい、結構ですね、遠かったので、どうしてもやっぱりカメラではちょっと追いづらいところがあったので、こちらですね、直接見て、見に行っていただけるともっと楽しめるかなと思うので、ぜひですね、この見てもらって楽しめればなと思います。はい、で、シーン変わりまして、で、こちらですね、ここは羊さんと、クジャクがいるんですけども、はい。なんか羊だけさん付け してしまいましたが、はい。その辺は、無視してください。はい。でですね、こちらなんですけども、羊がですね、結構もうモサモサで、あ、豚さんもいてますね。はい。もう、ほぼ顔が見えないというね。まあ、残念ながら羊というものがですね、僕あんまり見たことがないので、もしかしたらこれが通常状態なのかもしれないんですが、はい。もしかしたら今からここをさっぱりして、綺麗綺麗になるのかもしれません。はい。結構寄っても見ました。はい。でですね、隣には、クジャクがいるんですけど、あんまり飛ばないようにだと思うんですけど、こう緑の、ネットまでしてあるので、あまり見えなかったのですが、はい。ぜひですね、実際見に行ってもらえると、結構迫力があるので、ぜひぜひ見てもらえるといいのかなと思います。はい。でですね、次行ってみましょうか。はい。でですね、こう途中歩いてる間、なんか、どでかい穴があったので、ここどこにあるかぜひですね、探してもらえると、ちょっと宝探し感覚楽しめるのかなとも思います。はい。では、ちょっとシーン変わるまで景色を楽しみください。はい。では次やっていきましょう。シーン変わりまして、こちらですね、ここでは、ブダさんも言っておりますが、黒と白の、ヤギがですね、結構のんびりしているんですけれども、結構角も立派で、何を食べているのか僕もよくわからないんですが、結構ですね、近くまでいたので、さすがに触るとかはしない方がいいとは思うんですが、もうじっくり見れるので、ここもすごいのんびり見れて非常に良かったなと思っております。はい、ぜひですね、ヤギの様子を見てもらえると嬉しいかなと思います。はい。ではですね、続けてやっていきましょう。こちらですね、鶏が結構いらっしゃいまして、僕が小学校の頃とかから見ていた鶏とはちょっと違ったんですけれども、なんかすごい逆立ってて、なんか結構かっこいいなっていう感じの鶏が結構いらっしゃって、もう映像でどれぐらいわかるかはちょっとわからないんですけれども、本当に思ってる鶏ではないので、ぜひですね、見に行って、あ、これが言ってたやつで見てもらえるといいのかなと思います。はい。でですね、ここ結構ですね、鶏と、鹿とかが結構いらっしゃるので、じっくり見ていこうかなと思います。
はい、それについてですね、一緒にこちらの情報ですね、一緒に紹介したいなと思うんですけれども、こちらですね、丘陵地の三山を生かして整備を進めている四日市最大の総合公園ということで、本当にさすが最大と言われることだけあって、本当にめっちゃ広いんですよ。一日では回れるかもしれないんですけど、なかなか体力が必要なぐらい非常に広かったですね。はい、ですね、これそう、この鳥さんなんですけど、僕ちょっと知識がなくて何か分からなかったんですよね。もしですね、この鳥知ってるよっていう場合はですね、ちょっとコメント欄にですね書いてもらえると嬉しいなと思っております。すいません、ちょっと知識不足で、はい、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。でですね、あとですね、芝生の、広場とか大型の遊具とか、あと、北ゾーンでお話をすることになるんですけれども、マンドリンの森っていうのもあるんですね。ここもすごく良かったので、後半お楽しみにしてもらえるかなと思います。後半というか第2部ですね、投稿を楽しみにしてもらえると嬉しいかなと思います。はい、でですね、一緒にこう本当にすっごい鹿がいたので、結構見応えがあるのかなと思います。あとですね、新しく小鹿が生まれたのかな、ランくんとソラくんというのがいるそうなので、ぜひですね、ブタさんが言っている通り、みんな見に行ってあげるといいかなと思います。はい、では、少し景色をお楽しみください。はい、ではですね、動物園抜けまして、ちょっと公園の中歩いていこうと思います。はい、途中ですね、こちら桜いっぱい咲いてて、すごくもう本当に今の時期ベストなんじゃないかなっていうぐらい風も気持ちよくてすごく良かったので、今の時期狙い目かなと思います。夏になってしまうとどうしてもこう日差しとかは強いので、まあ、行ける間にですね、パッと行って楽しんでもらえるといいのかなと思います。はい。ではですね、先ほど全部言えなかった情報についてもう少し、話したいと思います。でですね、あとですね、こちら子供さんの遊び場として広く、市内外の利用者さんで賑わっていまして、本当にすごい方が、もう本当に人数も、たくさん いらっしゃったので、今の時期だとやっぱりお花見の時期だったので、桜とかがすごく多かったので、やっぱり春夏秋冬いつでも楽しめる場所なのじゃないかなと思いました。はい、でですね、こちらがですね、家族さんとか仲間との触れ合い、自然散策にと一日中楽しめリフレッシュのできる公園ですと。はい、白でもありますので、はい、本当にその通りだと思います。はい、ですね、またですね、ボランティア機関によるデイキャンプ場、一応要予約なんですけど、無料でここも使えるので、ここですね、僕一度見させてもらったんですけども、確かにしっかりとキャンプというか、まあ、バーベキューと言いますか、しっかりできるので、ぜひですね、予約取ってもらって無料で使えるそうなので、やってもらえればいいかなと思います。はい、まあ、今の時期ちょっとコロナ禍ということもあるので、使えるかどうかはちょっと確認をしてもらった方がいいとは思うんですが、はい、ぜひですね、予約したいなっていう場合は予約してもらえるといいかなと思います。はい、あとですね、栗の、木とかですね、あと梅、桜、バラ、ツツジ、アジサイとかのですね、花木も多くてですね、四季の香りを楽しむこともできるので、ぜひですね、いろんなことを楽しんでもらえるかなと思っております。はい、で豚さんも言っておりますが、このままてっぺんまで登ってしまいましょう。はい、山なのでてっぺんまで登るとすごくいい景色が広がっているので、ぜひですね、てっぺんまでお楽しみください。
はい、ではですね、このままですね、先ほどのてっぺんからですね、ちょっと道外れまして、もっともっとこう奥まで進めるようになっているんですね。なので、ここからちょっとどこに進むかわからないので、ちょっと山林の中でですね、一緒にブタさんと景色を見ながら進んでいきましょう。はい、ちょっと思ったよりですね、遠かったのでワープしちゃおうと思います。はい、ワープ。はい、ということでですね、結構遠くまでワープしちゃいましたが、はい、あのままですね、奥まで進んでいただくとですね、なんと桜の景色が広がってきます。はい、こう最後ですね、まあ、ちょっとだけもう時期的にもう葉桜になっちゃってきてるんですけれども、まだですね、結構綺麗な状態にまだあるので、もしかしたらこれを見ていただいた時に急いで行ってもらえれば、結構綺麗な桜もまだ見れるかもしれないので、ぜひですともね、行ってもらえると嬉しいなと思います。はい、ちょっとだけ景色をお楽しみいただければなと思います。はい、どうだったでしょうか。こちらですね、一番てっぺんの高いところから撮らさせていただいております。今回もですね、お楽しみいただけましたでしょうか。それではですね、ぜひ南部丘陵公園行ってみたいなとか、行ったことあるよっていう方はですね、チャンネル登録やグッドボタン押してもらえると嬉しいなと思っております。ではまた次回お会いしましょう。またね、バイバーイ。